クラーモント軍は、アメリカ合衆国オハイオ州の南西部に位置する軍で、ある。州内では8番目にできた軍であり、また、アパラチア山脈地方に入る軍では最も西にある。2010年国勢調査で、の人口は197万3637人で、あり、2000年の17万7977人から10.9%増加した。軍庁所在地は、 バテービア村であり、同軍で人口最大の都市はミルフォード市である。クラーモント軍はケンタッキー州とインディアナ州にもまたがる、新シナティミドルタウン大都市圏に属している。軍名はフランスのクレルモン地方にちなんでおり、晴れた山を意味している。クラーモント軍は1800年にオハイオ州8番目の軍として設立され、北西部領土の中では11番目だった。 クラーモントはフランス語の晴れた山を意味する言葉であり、1600年代にフランス人探検家が初めてこの地域を眺めた時のことを表している。多くのインディアン部族がこの地域を本拠としており、その中には小2族、マイアミ族、デラウェア族、ミンゴ族、オタワ族、チェロキー族、ワイアンドット族などがいた。内で最後のインディアン集落はリトルマイアミ側の東支流。 グラッシーラン合流点に沿ったジャクソン軍区マラソンの南2マイルにあった。ワイアンドット族がそこに1811年まで住んでいた。この場所は、軍内でも最大の開拓時代の戦闘である、グラッシーランの戦いが起こった場所であり、1792年4月10日に開拓者のサイモン・ケントンがインディアン戦士、デクムセと衝突した。クラーモント軍最初の集落かつ最初の軍長。 所在地は1796年に設立されたウィリアムズバーグだった。1823年、ニューリッチモンドが軍庁所在地となり、さらに1824年にはバテービアに移され、それが今日まで続いている。1822年4月27日、軍内のポイントプレザントで、後の南北戦争で北軍の総司令官となって英雄になり、 第18代アメリカ合衆国大統領にもなったユリシーズ・グラントが生まれた。その聖果は当初一室だけのマルタゴーヤであり、今日観光地になっている。1890年、グラントの聖果は当初の場所から動かされ、船で多くの水路に沿って移動されて市民が眺めることになった。この家はシカゴの博覧会にも展示され、その後にクラーモント軍に戻された。 ジョージ・ワシントンはかつて軍内の土地の3区画を所有していた。1800年に建設された石造り落農家の家屋がクラーモント軍最古の現存する建築物と考えられている。ウィリアムズバーグ村南第三通り沿いハーモニーヒルの傍らにある。ハーモニーヒルは軍内最初期の測量士であるウィリアム・ライトルが建設した。かつて主要なインディアン道だったブルスキントレイルが 軍内の修道133号線に沿って南北に走っており、開拓者、サイモン・ケントンやダニエル・ブームが、狩猟や戦争の遠征の時に使った。ジョン・ハント・モーガンが率いた南軍の襲撃隊が1863年に軍内に侵入した。クラーモント軍最後の屋根付け橋は1878年に架けられたものであり、アメリカ国道5 5号線近く。 ストーンディック・ウィリアムズ・コーナー道路沿いにある。1900年、多くのプロテスタント会派やカトリック教会の牧師たちが集まって、地球上でエデンの園があったはずと考えられる場所10カ所をリストアップした。そのリストには、中東、ヨーロッパ、アフリカの地名が挙げられていたが、クラーモント軍は多くの果樹があり、昔インディアンが蛇の形をした塚を築いていたので、 その一つに挙げられた。その後、ハミルトン軍の著名人が、クラーモント軍に面するシンシナティ首ュ東部に、このリストに挙げられたことを祝して、イーデン公園を作った。1905年、オーエンズビルの民主党員ジョン・ m パティソンが、クラーモント軍民としては、初のオハイオ州知事に選ばれた。パティソンは、ミルフォード市に住み、プロモントと呼ばれた邸宅に住んだが、 これを公式の知事官邸として使った。この家屋は、現在博物館になっており、図書館とその他歴史的な記念品を収めている。ミルフォード市、メインストリート906にある。他に、著名な軍民としては、1914年に、初代オハイオ州最高裁判所長官となった、バテービア出身のヒュー・ニコラスがいる。クラーモント軍裁判所事務官のショウ・クラーモント軍には、 州内でも最も多様で話題の多い政治的雰囲気がある。クラーモント軍にはフランスのクレルモン地方にちなんで名付けられた時からその根がある。18世紀にバージニア州が退役兵のための土地による報酬の用地としてこの地域を保有していた。その範囲は当初、オハイオ州の23軍に及び深い森がある土地420万エーカーがあった。 最初の土地上と証書は1796年2月20日に発行された。軍内のモスコー地域は1800年代初期にフランスからの追放者の逃避書になった。1815年には追放されたフランス王、ルイ・フィリップが1825年にはラファイエット公爵が来た。1844年、クラーモント軍はシャルル・フーリエの主義に報じた。 ピューリタン社会主義反体制活動家の少数、集団が作ったユートピア村がある場所となった。クラーモント軍は20世紀に民主党初のオハイオ州知事になったジョン・パティソンが1847年に生まれたところでもある。1800年代を通じて反奴隷制度感情が強く残ってもいた。クラーモント軍の進歩的な歴史が政治的な独立性も生んだ。近年、 地方レベルの役人は共和党が支配しているが、その政治には労働組合の力と無党派の影響力がある。公害化が進み、環境保護主義が復活したこともこの土壌づくりに貢献してきた。2012年3月、軍政委員会は共和党の3人の委員で占められた。その前の軍政委員だった共和党委員メアリー・ウォーカーはその家業に、 多くの抗金を使ったことで辞任させられた。スコット・クロスウェルは、クロスウェルバス会社のオーナーである。アーチー・ウィルソンは違法薬物使用と、ケンタッキー州北部で売春に関わったことで、辞任させられた。クラーモント軍は、オハイオ州議会第65選挙区に入っており、2012年の選挙では、民主党員で、ミルフォード市出身のスティーブ・マイヤーズと、共和党員で、 ユニオン軍区出身のジョン・ベッカーの争いとなった。マイヤーズは、この選挙区にずっと住み続けており、独自の記録を維持するプロの党員募集者である。ベッカーは、元ケンタッキー州民であり、3月の予備選挙で自由党の講演を得たマイケル・ブレムを破った、オハイオ州共和党中央委員である。軍内南部とブラウン軍全軍は、もう一つの第66選挙区に入り、 民主党のケン・マクニー・リーと共和党のダグ・グリーンの争いになった。衆議会上院議員はトム・ニーハウスを選出しているが人気切れとなる。衆議会下院議員のジョー・ユッカーは2012年に共和党候補者となり対抗馬はいなかった。アメリカ合衆国会院議員ではオハイオ州第2選挙区に入り共和党のジーン・シュミットを選出している。 2013年1月3日からは同じく共和党のブラッドウェンストラップに交代する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は459.77平方マイルであり、このうち陸地452.10平方マイル、水域は7.67平方マイルで、水域率は1.67%である。オハイオ州のアパラチア山脈地域に入っていると、 見られている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クラーモント郡ズクラーモント郡は下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。